エネルギーの出入り口と言われているこの第六チャクラのサードアイがね、この前髪で塞いでしまっている状態になりますからね。なので本来備えているこの霊的能力を存分に発揮できない状態になってしまうということでございます。はい、皆さんこんにちは、かんちゃん住職です。皆様はエネルギーに満ち溢れている人にはある特徴があるっていうのはね、ご存知でしょうかね。私たち一人一人から放たれている波動とかね、オーラなんてものをこれ肉眼で確認することは誰にでもできることではないんですけれども、パッと見た目のね、その見た目ではっきりとわかる共通する特徴があることに気がつかれると思います。そんなにはっきりわかることがね、しかもいつからでも変えられる特徴なんてものがあるとすれば、毎日なんとなく過ごすよりも少しでもね、このね、運気波動を高めていけるようにね、エネルギーを充満して過ごしていきたいもんですよね。ということで今回は波動が高い人に注目をして、エネルギー値の高い人のその見た目の共通点についてご紹介させていただきたいと思います。よかったらチャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いいたします。またかんちゃん住職の初版本魂磨き開運、ただいま絶賛発売中です。全国書店やアマゾン、そしてこちら新庄寺でもご購入いただけます。詳細は概要欄に貼っておきますのでね、ぜひご確認くださいませね。それではやってみましょう。そもそも波動って何ってことなんですけれども、波動というのはね、これスピリチュアルの世界ではこれ非常に有名な言葉で、オーラなんて言い方もされますけれども、私たちから放たれる目に見えないエネルギーのことでございます。これはね、人だけではなくてあらゆる動植物とかね、あるいは物からも放たれているエネルギーのようなものでございます。わかりやすく言えばね、自分にとってテンション上がるような好きなものを目の前にしただけで、なんかこう嬉しくなってくるなんてことはあると思いますけれども、それはそのものから放たれるエネルギーがあなたの心に刺さったり、心と共鳴したりするからなんだと思います。そしてそれが人間同士の関係で言えば、同じような波動を放っている者同士がこれ共鳴をし合ってね、でお互いに引き寄せ合ったりもいたします。なので波動の高い者同士がお互いに引き寄せ合うんだろうし、逆もまたしかりでね、悪知恵を働かせて自分に都合の良いことばかり考えている者同士もお互いに引き寄せ合って、まさに類は友を呼ぶ状態でね、人間的器が同等レベルの者同士がくっついたりするわけなんですよね。なのでなんだか自分の周りには嘘ばっかりついている人がね、こう増えてきたなとかね、そんな風に感じられたら、あなた自身をね、見つめ直すタイミングなのかもしれません。旗から見ればあなた自身が嘘ばかりつく人として見られている可能性があるっていうことなんですよね。私たちってこの人のことはね、いろいろよく分かってもね、自分自身のことって見えなくなるもんですから、そうやって気がついてね、自分を顧みられる人はね、また一段階波動を高めていく人になれるもんでございます。類は友を呼ぶっていうのはね、これ引き寄せの法則とも呼ばれる宇宙の真理と言えます。そんな波動が高いことで得られるメリットもね、これたくさんあるんですよね。例えば運気が上がることで自分の願望が叶いやすくなったり、何事もうまくことが運ぶようになったりするもんでございます。まず波動が高まると運気も上がるってことなんですけれども、まあ、これはどういうことかというとね、世の中に存在するものとか物体、あるいは波動が高い人や物同士が引き寄せ合うものと考えられています。そこで自分自身の波動が高まることでね、良いエネルギーを自然と吸収できるようにもなります。で、結果的に自然とこう運気が大きくなってね、向上するという流れになります。あと波動が高まってね、運を引き寄せられるようになる典型的なパターンが、パワースポットに身を置くことなんですよね。スピリチュアルの世界では波動が高い場所のことをパワースポットと呼ばれているんですけれども、そんなパワースポットに自分自身のこの身を置くことでね、良質の波動を吸収して自分自身の波動も高められる、そして運を高めるには効果的というふうに言われております。自分のお家もね、これパワースポットになるんですけれども、やっぱりね、掃除です。掃除を定期的に行って自分の波動を少しずつ高めていけたらね、同じように良い波動を放っている人や物と強く引き寄せ合ってね、お互い気持ちの良い関係を築いていくことができますので、そうした環境を自ら作る意識を大切にしていきましょうね。それから自分にとって気持ちの良いこの環境ができれば、自分の願望も叶いやすくなります。というのも、波動が高まれば自分がね、必要なものはこれ引き寄せられますし、そのための行動力が身についていると思いますので、夢を叶える道へと自分を導いていくことができるようになります。それに人や物、あるいは出来事などに恵まれるためには、運を引き寄せられるあなたでいることもこれ大切なことでございます。目標を達成するのに、人とのご縁、あるいは経験といったものもこれ欠かせませんよね。波動が高まれば運を身につけることもできるでしょう。そして運を味方につけられたら、自分の力ではどうすることもできないようなことがね、この自分の頭の中でどんだけ考えてもね、出てこないような人
知では想像つかないようなことが起きたりするもんなんですよね。これはね、ご経験なさっていらっしゃる方も少なくないと思いますけれども、そういう経験をした人であれば、この奇跡のような出来事が起こると言われてもすんなり納得できるものと思います。もしそうした経験や体験がないという方は、ぜひね、経験していただきたいと思います。そのためには感謝の気持ちを持って、前向きで明るいあなたを意識していきましょうね。波動が高い人は基本的に前向きで明るい人でございます。こうした意識を持っているか否かでね、前向きで明るい人になれるかどうか、はたまたネガティブで暗いあなたになるのかが決まってまいります。自分が放っている波動を高める意識をしっかり持って、アンビリーバボーな経験を積み重ねていっていただきたいと思います。特別な人だけがね、これ奇跡体験を経験するわけじゃないんですよ。意識さえあれば誰にでもできますからね。まずはその前向きな意識を持つところから始めてまいりましょう。さて、波動が高いと奇跡のような人生が歩めるようになるというお話をさせていただいたわけなんですけれども、そうした奇跡のような人生を経験していらっしゃる人は、見た目の特徴でもね、ある程度判別することができます。ではここからは、波動が高い人に共通する見た目の特徴について7つご紹介してまいりたいと思います。波動が高い人に共通する見た目の特徴は7選。1つ目、清潔、健康、ツヤツヤな髪。健康的でツヤツヤ輝く髪の毛っていうのは、きちんとお手入れしているのはこれはもちろんのことなんですけれども、そもそも髪質もね、これ影響しております。持って生まれたツヤツヤ髪は神様仏様に愛されている証でもあります。こういう人はね、持って生まれた徳も備えていらっしゃいますので、幸せなエネルギーと豊かな人生を自然と引き寄せるタイプでもあります。ただ何よりね、毎日髪をきれいに洗髪してトリートメントして清潔に保つ意識を持っておられないと、ツヤツヤな髪は保てませんし、運気を下げることにもなってしまいます。不潔で不健康なボサボサ髪していたら波動も下がるし、ネガティブなエネルギーを引き寄せてしまう不幸髪になってしまいますので要注意です。特に女性の髪は女の命なんて申しますからね、女性は毎日丁寧に手入れをしてね、で清潔で健康ツヤツヤな髪をね、保つ意識を大切になさってくださいませね。波動が高い人に共通する見た目の特徴は7選。2つ目、おでこや顔の輪郭がよく見える髪型。おでこの眉間あたりにはこのサードアイつってね、第3の目と呼ばれるこの第6チャクラの位置にあたります。最近はね、韓流人気の流れなのか、最近の若い子たちはね、この前髪でね、この目とかね、この眉毛を完全に隠してね、前髪がこう完全に被ってる、おでこを隠してしまってる、そんなヘアスタイルが人気なんですよね。実際男子も女子もね、そういう髪型の方をね、多く見かけます。ただこれはね、波動を下げてしまう NG 髪と言っても過言ではございません。つまり第3の目が覚醒してね、こう能力を発揮すると、直感とか判断力がこう冴えてね、チャンスをつかみやすくなったりとか、これまで見えなかった世界観を感じるようになったり、高次元からの強い導きをね、こう得られるようになったりしてね、人生を好転させる選択肢ができたり、それを決断することもできるんですけれども、そんなサードアイをね、前髪で隠してしまっておりますとどうなると思いますか？エネルギーの出入り口と言われているこの第6チャクラのサードアイがね、この前髪で塞いでしまっている状態になりますからね。なので本来備えているこの霊的能力を存分に発揮できない状態になってしまうということでございます。普段から前髪でおでこが隠れているようなヘアスタイルをなさっていらっしゃる人は、たまにこの前髪を上げるね、そういったヘアスタイルをなさってみて、サイドの髪はこう耳に引っ掛けてね、輪郭を出してみられると、いつもと違う感覚が得られたりね、見える景色が変わったり、周りの人からかけられる言葉が変わってきたりするはずでございますよ。それに自分自身の物事の受け止め方にも変化が現れると思います。おでこから出入りするそのエネルギーの質と量が変わって、このね、運気も好転していくのを実感できる人もいらっしゃるかと思います。日本国内はもちろん、世界で活躍なさっている人のこの髪型をチェックしてみられるとね、アーティスト以外ね、ほとんどの方はおでこや顔の輪郭がはっきりと見える髪型をなさっている人がね、多くいることに気がつくはずでございます。どっから見ても自分の顔がはっきり見えることで、明るくて自信に満ち溢れた印象を周りの人に持っていただけますし、自分自身もね、内面から溢れる自信や前向きなやる気パワーがね、これ湧き上がってくるのを感じられることと思いますよ。もし今顔を隠すような髪型をしておられて、自分に自信が持てない、運気の流れを変えたい、だから行動力を磨きたい、チャンスをつかみたいなどと思ってらっしゃる人は、ちょっと抵抗感がね、いきなりだったらあるかもしれないんですけれども、ぜひおでこや輪郭を出す髪型にイメチェンなさって、自分の心の変化とか周囲環境の変化などを体感してみてくださいね。おでこを上げているような髪型をしてらっしゃる人は運気が上がりますよ。でもいきなりね、これおでこ全開
回とか勇気はいると思いますので、ヘアピンとかヘアバンドなどを使ってね、徐々に顔を出すようにね、この額を出すように習慣づけられていってもよろしいかもですよね。無理のない範囲で新しい髪型にチェンジなさってみてくださいね。波動が高い人に共通する見た目の特徴は7選、3つ目、ありのままの白髪。私もね、こう若い時はファッションにこだわるのが好きで、こう髪型もいろいろ試したりね、ヘアカラーもね、こう黒髪からアッシュ系とかね、グレーヘアのメッシュを入れたり、髪の毛でまあいろいろ遊んでおりました。今では年を重ねて白髪もね、たくさん目立つようになってまいりましたけれども、この老けたように見えるのが嫌という方がね、まあ皆さんね、ほとんどだろうかと思いますけれども、そんな白髪一本にも愛おしく思えるような気持ちがね、これ本当はね大事なんですよね。でも現実にはね、この白髪が増えるとショックを受ける人も少なくないでしょうし、髪の毛に関してはね、こうセンシティブな話題ではあるんですけれども、まあ、一方ではね、世の中には自然と白髪になったその髪の毛を受け入れてグレーヘアを楽しんでいらっしゃる人もね、これたくさんいらっしゃいますよ。髪の毛というのは自分のこの体の一部ですよね。黒髪だろうが白髪だろうが茶髪だろうがね、髪の毛にこの血液や神経が通っているわけじゃないんですけれども、命のエネルギーを持った私たちにとって大切な体の一部分でございます。髪の毛一本一本が自分自身ってことですよね。波動が高い人は髪の毛一本一本も自分自身なんだという意識をね、これ本能的に抱いてらっしゃる人もおられます。だからこそね、白髪になった髪の毛をありのままの自分自身なんだという受け止め方をして、グレイヘアを楽しんでいらっしゃる人も少なくありません。そしてこの楽しむという意識がネガティブとは真逆の意識を引き寄せてくれるようにもなります。それに白髪が生えてきたり、シミやシワがね、これ深く刻まれるのは年齢的に変化が訪れたタイミングでございます。無理は禁物なんですけれども、逆に波動を高めるチャンスでもあるという考え方もできます。つまり年齢による見た目の変化を発見した瞬間に、未来へ続く道が二手にパーッとね、分かれてね、大きな分岐点に立たされることになります。一つはありのままの現在の自分の姿を受け入れて自分自身を愛し続ける道で、もう一つの道はこれまでとの変化を拒絶して、現実を否定しながらありのままの自分を認めないという道のこの二つでございます。まあ、正直ね、年老いてきたありのままの自分を愛してあげたいとは思うんですけれども、まあ、若い頃の自分とね、あるいは周りの人と比べて落ち込んでしまうのもこれ人間の性ですので仕方ないんですけれども、でも若さに執着しすぎてね、今を生きている等身大の自分を愛せなくなったら、それこそ悲劇だと思います。気持ちはわかりますけれど、それ以上にね、今の自分を拒否する、否定することになると波動が下がってしまうのはこれ当然のことと言えます。なので白髪やシミやシワが見つかったらショックはショックなんですけれども、それは一時のことに留められてね、気持ちを切り替える意識はこれもっと大切でございます。今の自分、ありのまま自分を大切にする意識は持てるか否かによって、波動が上げられるか下げてしまうのか、ひいては人生を大きく左右することにもなってしまいます。せっかくならね、等身大の今現在の自分を無条件に愛していただきたいと思います。ただここでね、勘違いしてほしくないのは、白髪を染めてヘアカラーすることが NG なんじゃなくて、髪の毛一本の果てまでそれは自分自身なんだという意識を持っていただくことが大切であるという話なんですよね。なので職場の都合とかね、 TPO を意識した周囲への配慮、あるいはマナーの関係でヘアカラーをなさる方もいらっしゃるでしょうし、単純にね、おしゃれで染める人もおられると思いますけれども、身だしなみを整える目的ならこれ全く問題ございません。白髪が恥ずかしいからそれを隠す目的で染めるといったね、このネガティブな気持ちが NG ということでございます。ただ白髪からヘアカラーをしたことでね、前向きな気持ちになったりワクワク感を感じられるようであれば、まあそれはそれで、ね、悪くないのかもしれませんけどね。あー、白髪が増えた、シミやシワが増えて新しくできた、うわー最悪ーなんて、この気持ちが波動を下げてしまいますので、そういう気持ちにならないようにだけね、注意してくださいね。そう思ったとしても気持ちを切り替える意識は大事です。髪の毛で波動が上がりますので、ありのままのグレイヘアも楽しんでみられたらよろしいかもしれませんよね。波動が高い人に共通する見た目の特徴は7選、4つ目、いい香りがする。嗅覚というのは五感の中でもね、脳にダイレクトに響くこの敏感な感覚器官でございます。髪の毛からふわりと良い香りがすれば周りの人の印象もいいですよね。おまけに匂いというのは記憶にも残りやすいので、良いご縁を引き寄せる効果も生まれます。
また良い香りは波動の高いエネルギーをも引き寄せやすくなりますので、幸運につながるチャンスをもつかめやすくなると思います。ヘアスプレーとかヘアミストとかね、あるいはヘアオイルなんてものはありますけれども、綺麗に洗髪をなさってね、清潔な髪の上に香りをつけるならこれ問題ないんですけれども、仮に不潔な髪の毛の上に香りだけつけても頭皮から放出されるエネルギーが不潔だとね、ネガティブなものを発してしまうことになるので、不潔だとこれ全く意味がありません。あと好きな香りだからといっていろいろな香りをね混ぜて使うのもこれ NG でございます。シャンプーの匂い、ヘアオイルの匂い、ヘアスプレーなどね、ケア用品の香りにはこれ相性もありますからね、一つ一つがいい香りだからといって香りの相性を考えずにあれもこれもごちゃ混ぜで使ってしまいますと微妙なね匂いになりますので、せっかくの香り付けが台無しになってしまうから要注意でございます。香りが台無しになる以上に周囲を不快にさせる悪臭とか公害になってしまっていることもあるかもしれませんよ。こういうことって意外とねこう自分自身では気づかないもんでございますので、誰かに匂いを嗅いでもらって試してみるとかね、あるいは自分自身でね一度香りを嗅いでね試してみられるのも良いかと思いますよ。香り的におすすめなのはほんのりと香る程度のシンプルでねこう優しい香りを意識なさってみられるとよろしいかと思います。波動が高い人に共通する見た目の特徴7選、5つ目は歯が綺麗。髪の毛が綺麗なのと同じでね、この歯の手入れもきちんとなさってらっしゃる人は自分自身の細部にまで関心があって歯が与える印象をねよく理解してらっしゃる波動が高い人と言えます。銀歯などの詰め物も目立たずにね白く輝いているというのが歯が綺麗な人の特徴でございます。笑った時に歯並びがガタガタだったりとかね黄ばんでいたりしたら、せっかくの笑顔も台無しになりますし波動も乱れてしまいます。高い波動をキープするためにも定期的にねこれ歯医者さんに行ってねメンテナンスをしていただいたり、人によってはホワイトニングをしたりね歯科矯正をしたりしながら綺麗な歯を保っていらっしゃいます。それから歯をピカピカにしたいと思ってねガシガシと歯磨きをする人、1日何回も歯磨きをする人、こういう歯磨きのしすぎもね実はかな歯にとってはねあまりいいとは言えないんですよね。歯の表面にあるエナメル質まで削ぎ落としてしまいますので、かえってそこから虫歯を作る原因にもなります。あとね歯磨き1個もね何でもいいわけじゃなくて、研磨剤が混ざっているものはたまに使うのはいいんですけれど、毎日研磨剤の入った歯磨き粉を使っておりますとね、やっぱりエナメル質を削ぎ落としてしまうし、最悪歯茎を下げて知覚過敏の症状を引き起こす原因にもなってしまうことがございます。なので歯医者さんで定期的な虫歯チェックとか、あと歯石とかねプラークをしっかり落としてもらって綺麗な歯を保つようにねケアなさってみられるのもおすすめでございます。波動が高い人に共通する見た目の特徴は7選、6つ目はくすみがなくて透き通るような肌でナチュラルメイク。これは主に女性のことなんですけれども、波動の高い女性の特徴として内面からエネルギーがにじみ出ております。そしてそのエネルギーはこのね肌表面にもね現れてきます。ニキビや乾燥などというねこの肌トラブルはほとんどなくて健康的、そして透き通るような肌の持ち主でもございます。仮に顔などにコンプレックスがあったりとかね肌トラブルが気になったりとかして、もっと可愛くなりたいとか老いを隠したいなどという気持ちが強すぎますと、どうしてもねこれメイクが濃くなりすぎじゃないですか。でもメイクが濃いのはいい気までね遮断してしまう可能性がありますので、これメイクが濃いのはねよろしいとは言えません。いい運気を取り込むためには断然ナチュラルメイクがおすすめです。ちなみに波動が高い女性は自分のコンプレックスをも含めてね自分の全てを認めて、そして自己愛も大切になさっておられます。年を重ねればね当たり前のように出てくるシワやシミなどもねこれ頑張って隠そうとするよりも、それすらもね愛おしく感じられるようになったらこれは本物です。そういう方のメイクはとっても自然ですし、メイクもナチュラルメイクです。内面の心の中にねネガティブなエネルギーを溜め込まないように意識なさって、日々の生活を重ねてまいりましょうね。波動が高い人に共通する見た目の特徴は7選、7つ目は曇りがなく透き通った綺麗な瞳をしている。透き通っていて曇りがなく白目の部分がね青白い綺麗な瞳をしていらっしゃる人もね波動の高い人の特徴の一つでございます。小さな子供のような純粋無垢な瞳をなさっていらっしゃる人はね波動の高い人でございます。目を見れば分かりますけれども、純粋無垢な人の瞳っていうのはこれやっぱ違いますよね。気持ちがまっすぐで嘘のない純粋な人の瞳はキラキラ輝いていて透き通るような光を放っているもんでございます。目の形にも特徴がありましてね、アーモンドの形のようにね切れ長でパッチリとした目のアーモンドアイとかね、白目の部分が多い三白眼とか四白眼と呼ばれますね。このミステリアスな魅力的な目をしていらっしゃる人も波動が高い傾向にあると言われております。
ますけれども、まあ、この目の形についてはね、良いとばかりも言えない特徴がありますので、まあ、詳しくはね、こちらの動画、ドン！信頼できる人、できない人の違いとは、目を見るだけで性格や運勢の状況なども明らかに。こちらの動画では、三白眼がとかね、あるいは四白眼についてね、特徴を解説しておりますので、ぜひこちらもチェックなさってみてくださいませね。また、顔の中でもこの目というのは特に印象的に記憶に残りやすいパーツだと思いますけれども、その人の瞳が魅力的で自然と引きつけられるような人っていうのは波動が高い可能性ある方でございます。ということでまとめ、波動が高い人に共通する見た目の特徴は7選。1つ目、清潔、健康、ツヤツヤな髪。2つ目、おでこや顔の輪郭がよく見える髪型。3つ目、ありのままの白髪。4つ目、いい香りがする。5つ目、歯が綺麗。6つ目、くすみがなく透き通るような肌でナチュラルメイク。7つ目、曇りがなく透き通った綺麗な瞳をしている。以上7つ、見た目でわかる波動の高い人の特徴をご紹介させていただきました。また、邪気が溜まっている髪型についてはこちらの動画、ドン！体に邪気、厄が溜まっている人の髪の毛に現れるダメージの特徴。ここでね、詳しく語っておりますので、またこちらも合わせてチェックなさってみてくださいませね。さあ、皆様いかがだったでしょうかね。波動が高い人は明るくてポジティブな人です。明るくてポジティブな人。人には優しくて思いやりの気持ちがございます。おまけにコミュニケーションが上手です。異性だけじゃなくて同性にも信頼されて人気がございます。内面の心で抱いているその考え方とか、その人の人間性というのは表面的な見た目にもね、しっかりと現れてくるもんでございます。服装はシンプルでメイクもナチュラルなんですけれども、波動の高さはね、隠しきれないと思います。精神的に自立なさっておられますので、何か一つのことだけにね、変に注釈することはないでしょう。感謝の気持ちを忘れずに今ある幸せに気づいていらっしゃいますので、波動の高い同類の人たちが周りにたくさん集まってこられることと思います。波動が高い人は明るくてポジティブな人です。まずはできることからね、意識を変えていってみましょうね。何でも一足飛びに変化するものはありませんけれども、こうした意識を持つことを積み重ねが、波動の高い自分を作っていくきっかけになりますので、ぜひね、素敵なあなたを目指してまいりましょうね。はい、ということでね、今回の話は参考になったよと思えたそこのあなた、ぜひね、チャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いいたします。また、コメント欄や公式 LINE のメッセージをお待ち申し上げております。あと、個人的にご祈祷やご相談のご希望の方はね、新庄寺のホームページ、お悩み相談という項目からメッセージ直接送っていただければ幸いでございます。まだご視聴者様の中から私と対面でのご相談をお受けくださる方を募集しております。ご視聴者様の中にはね、あなたと同じような悩みを抱えていらっしゃる人もね、たくさんおられます。あなたの悩みを吐露されることでね、皆さんと一緒に問題解決の糸口を考えていけたらと思っております。お申し込み方法は概要欄に貼っておりますので、そこからぜひねご応募くださいませね。それから魂磨き開運、ただいま絶賛発売中です。全国書店や Amazon、 そしてもちろん新庄寺でもご購入いただけます。現在おかげさまでですね、売れ行きも上々でございます。読後感もたくさんいただいております。また皆様からの感想もね、お待ちしておりますね。またあなたの名前と私のサインを書いてあなたの元へご郵送もできますからね。ご郵送方法の詳細もね、概要欄に貼っておきますので、ぜひチェックなさってみてくださいませね。それではまた他の動画でお目にかかりましょう。かんちゃん住職でした。